ジョーオンズバラの戦いは南北戦争アトランタ方面作戦中の1864年8月31日から9月1日にジョージア州クレートン軍で行われた戦闘である。ウィリアム・シャーマン少将が率いる北軍がアトランタ市を守っていたジョンベルフット将軍の率いる南軍テネシー軍を市から引き離し破壊できるようにした。 フット軍そのものが崩れたわけではなかったが、アトランタ氏は放棄され、この戦争の残り期間は北軍が占領した。アトランタ氏の陥落は戦争の行方について、政治的にも軍事的にも大きな影響を与えることになった。この戦闘でアトランタ方面作戦は一区切りとなった。アトランタ方面作戦の間に行った数度の襲撃の中で、シャーマンは、 小さな文献体を使って、ジョンベルフと将軍の南軍の供給線を一時的にも遮断することに成功していたが、南軍は常にその損傷を素早く補修していた。1864年8月下旬、シャーマンは南軍の供給線であるメイコンウェスタン鉄道とアトランタウェストポイント鉄道を完全に遮断することができれば、南軍は アトランタ市を明け渡すしかなくなると考えた。よってシャーマンは、配下の不評7個軍団から6個軍団を選んで、南軍の供給線攻撃に進ませることにした。北軍は8月25日にその陣地から動き出し、ラフ・アンドレディ町とジョーンズバラ町の間の鉄道を攻撃した。南軍はこれに対抗するために、ウィリアム・ J ・ハーディ中将と2個軍団が派遣され、 北軍の動きを止めて、可能ならば改装させることとされた。しかし、フットは、シャーマン軍の大半がそこに移動しているとは、理解していなかったので、初めから勢力的に、ハーディ軍はかなり劣勢にあった。8月31日、オリバー・オー・ハワード少将が、フリント川の東岸に2個軍団を残豪に入らせた。ジョン・エイ・ローガンの、 第15軍団がメーコンウェスタン鉄道に面した高台で残号に入った。この時トマス・イージー・ランサムが率いていた第16軍団が老眼軍団の右翼につながる鋭角な線を構築した。フランシス・プレストン・ブレア・ジュニアの指揮する第17軍団がフリント川の西岸で予備隊に置かれた。ハーディは2個軍団による襲撃を指揮している間に自分の軍団の指揮を パトリック・クリバーンに任せた。クリーバーンは南に動いてランサムが守っている北軍の前線を攻撃し、一方スティーブン・ディーリーはローガンの前線に対して二次攻撃を行うこととされた。クリーバーンが率いていた手段はマークローリーが率い、西に動いて北軍の前線に向かう北に転じた時に思いがけなくジャドソン・キルパトリックの下馬した騎兵隊に襲われた。キルパトリック隊は レールフェンスの陰に隠れており、スペンサー連発銃を装備していた。キルパトリック隊の銃撃は大変効果的だったので、ローリー隊がランサムの本体に対する攻撃が崩れ、その全士団を北軍騎兵に向かわせることになった。ローリーは騎兵隊を押し返すことには成功したが、本来の目標に戻る代わりに、騎兵隊をフリント側を越えて押し出した。結局、川の西岸で、 第17軍団に属するジャイルズ・エース・ミスの師団に止められることになった。リーはローリーとキルパトリックとの間の戦闘が本来予定された襲撃だと誤解し、クリバーン隊がランサム隊との戦闘に入るかなり前に攻撃を始めた。リーは正面攻撃を命じ、それを J ・パッン・アンダーソンが活発に率いた。北軍前線のローガン将軍は、 アンダーソンの勇敢さを称賛していたが、アンダーソンは銃弾で打倒された。リーの部隊は大きな損失を出して撃退された。リー隊が一度敗北した後、ハーディはその攻撃を再開させたいと考えた。しかし、リーは部隊がとてもそのような状態にないと告げた。実際に受けた損失では、リー隊が1300名に対して、 クリバーン隊は400名と大きな損失率になっていた。この時点での北軍の損失は179名であり、それには圧倒的に引き合わなかった。フットはこのことを知り、またアトランタ市に直接攻撃が及ぶことを恐れ、その夜、ハーディ軍からリーの軍団を退かせ、市の守りにつかせた。この配置は翌朝戦闘が再開された時に、 重大な結果を生むことになった。フットは後に8月31日の戦闘について、南軍の戦死者の数が参戦した部隊に比して少なかったので、不名誉な戦闘と呼ぶことになった。アブサロムベアード将軍南軍がアトランタを明け渡す、時に破壊された圧煙工場と列車翌9月1日、シャーマンはこの時ジェファーソン C ・デイビスが率いていた第14軍団に、 ジョーンズ・バラの北手南軍の前線を攻撃させることにした。しかし、その朝の時間の多くは、北軍の援軍を動かすことで消費された。シャーマンは、デイビッド・ S ・スタンリーの第四軍団を移動させることに心を砕いたが、その軍団は、ラフ・アンド・レディの近くで、メーコンウェスタン鉄道を破壊することに、忙しかった。ハーディは、その唯一の軍団で防御線を張り、 ジョンシー・ブラウンの師団とクリバーンの師団をメーコンウェスタン鉄道に並行しておいた。ジョージ・マニーの師団はクリバーンの右翼に垂直に入り、鉄道を中心に都市粒を形成した。午後4時までにスタンリーの軍団はまだ戦場に到着していなかった。シャーマンはデイビスに南軍のクリバーンとマニー隊が作る都市粒を攻撃するよう命令した。この都市粒の頂点は、 ダニエル5番の旅団が守っていた。デイビスはアメリカ正規軍旅団に最初の攻撃を先導させたが容易に撃退された。次には3個死団すべてを攻撃に参加させた。アブサロム・ベアードが中央、ジェームズ・ディー・モーガンが左翼、ウィリアム・ピー・カーリンが右翼だった。ジョン・エローガンの第15軍団もデイビス隊の右手に移動した。ベアードが自ら銃剣突撃を引き、 このことで後に名誉勲章を受賞することになった。南軍は頑強に守ったが白兵戦になった後でベアード隊が前線を突破し5番とその部隊600名を捕獲した。デイビス隊の兵士がこの裂け目になだれ込んだ。その頃にスタンリーの軍団がやっとデイビス隊の左翼に到着した。南軍の暫定はラブジョイ駅まで秩序を正しく撤退することができた。 9月1日の夜、フットはアトランタを明け渡し、弾薬やその他軍需物資の積まれた貨車81両を破壊するよう命じた。その結果起きた火事と爆発は数マイル離れても聞こえた。ヘンリー・ W ー・スローカム将軍の指揮する北軍部隊が9月2日にアトランタ市を占領した。ジョーンズバラの戦いはアトランタ方面作戦では最後の戦闘になり、 包囲されていたアトランタ氏が北軍の手に落ちた。9月4日、シャーマン将軍は特別現場命令第64号を発した。その軍隊に対して、我が軍はアトランタの敵軍を減らし、同志を占領するという目標を達成し、アメリカ合衆国の他の軍隊と協調して、新しい作戦が立てられるまで、この近くの場所と土地を占領すると伝えた。 アトランタの占領は11月のエブラハム・リンカーン、大統領の再選に大いに役立ち、戦争の終結を早めた。フットはその破れた軍隊を率いて、アトランタから離れ、西に移動したので、シャーマン軍による海への進軍が可能となり、さらに後のフランクリン・ナッシュビル方面作戦では、フットのテネシー軍そのものが事実上破壊される結果になった。1872年、 この戦闘で倒れた兵士の意外の多くが、パトリック・アル・クリバーン南軍墓地に移され再度、埋葬された。1939年の映画、風と共に去りぬの中の有名なシーンは、フット軍が死を明け渡す時に、軍事物資や施設の破壊を命じたことから始まった火事が広がり、アトランタ氏が大火災になる様子が描かれていた。ありがとうございます。